様でした。じゃあ2戦目行きましょうか。次が、さあ、国赤ガエルですが、これも一応インタビューしていこうか。はい。っていうか、経緯がちょっとよくわかんなかったので、これは。というわけで、国さん、はい。お疲れ様です。はい。久々の10歳じゃないですか。国県です。国県です。沖縄のオルガさん以来ですかね。ああ、くらいか。はい。時は竜でしたけど、はい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 、まあ、経緯としては、はい、お花見みんなで行った時に、そうそう赤ガエル10歳するって言ったら、はい、なんかやりたいですって言ってきたから龍って言ったら龍はちょっとっつってやりたいですって言って龍はちょっとちょっとだったんだ剣になりましたんであなるほどとりあえず剣です今日は一応やりたいですからの剣なのそうなんですああはいはいはいちゃんとねやりたいですっていう意思を見ていただいていつもの赤髪ムーブではないじゃないです やれでなくあ、はいはい、どうって聞いたらやりたいですって言ってあじゃあなおさらあれいいですねそういう感じなんで、はい、どうですかまあねいろいろ忙しいですけど少ない時間でもまあできたんで、はい、なるほどまあまあ現時点だと、うん、これが限界かなっていうところですねはいいいじゃないですかというところでよろしくお願いしますはいよろしくお願いしますじゃあ赤ガエルはいどうも赤ガエルです、はい、赤ガエルが10歳は珍しいんじゃないそうですねもう数年ぶりとかじゃないですかあんまり準備してやるこういう感じなのはそうですね、はい、一応剣とか小出くんとかあーはいはいはいなるほどねやってもらってちょっとは練習はしたんですけど、まあ、やりたいって言って剣っていうのが面白い部分だったから俺もてっきり赤髪かまされたのかなと思ってたんだけどいや別にそういうことはないですねじゃないのねあよかったよかったよかったまあ、自信のほどはどうですかね正直渋い顔してんなそうですねああなるほどじゃあ、はい、結果面で結果見せてもらいましょう頑張ります、はい、じゃ頑張ってくださいはい現在休憩とか入れじゃあ、1P2P じゃんけんだっけ終わったじゃあちょっと座っといてくださいはい了解ですじゃあマイクはジャンプダイパーさんことまたまたはい、はい、アレックスメインなんでアレックスメインなんでもう、はい、そうですね確かにまあ自分みたいなそのジャンプダイパー振りまくるみたいなプレーは絶対しないと思う、まあ 多分ね、きっちりやると思うんですけどはいはいはい、はい、まあ実際この組み合わせできっちりやんないと多分アレック側って勝てないんでまあそのまあそのやっぱ道着に対してやっぱアレックスのジャンプダイパンってすごい強いんですけど、はい、実はまあまあ普通にしゃがみダイパンにも落ちますし、はい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 、剣のあのしゃがみチューパンにも落ちちゃうんですよ。ああありますね。はいはい、はい、でしゃがみチューパンブロっても、はい、基本的にまあ昇竜か EX 波動とかあったりするんで、はいはいはい、実はちゃんとした位置で飛び込まないとダメなんですよね。この組み合わせって判定は強いけどさばき方もちゃんとあると。そうですね、はい、結構動機と相性が良くないんで、まあ、ここはきっちりアレックスでやっぱ通常技は強いん で, そ, うです、ね、そこをいかに戦っていくかなんですけど、はい、国は結構そういうさばきがうまいんでまあいいですね。昔は本当にサブとしてちょっと5月ぐらいだったんですが気づいたらなんかもう普通に強豪剣使いとしてのなんか動きが確立されているというか、まあ、なんかやってることはちょっと龍に近いんですけどね。近いですねそのイメージはあります。はい、さあ見ていきましょう。飛びが刺さって、はい、さあ序盤どう動くか。まあ国はもうスタイル的に、ね、かなり前めに、あ、うまい。そうですね、国はとりあえず仕込みがすごいですね。そうっすね、さばきと仕込みとなんで結構陣内周りがね、もう本当にその辺の剣使いよりなんかデッドだったり確定周りをしっかりやってくるイメージがあるので、さあコメントも勉強させてもらいますと来てますが、打ちますね。しっかり国は打ちます。早めに打ってきます。国は打ちますね。はい。電磁がなくても打ちますね。打ちますね。関係ないですね。あ、まい。確定かこの。きっちり確一応確定っぽかったですね。まあ最速でやれば空中ヒットするんで、多少遅くてもまあ地上ヒットになりますね。あ、なるほど。あ、空中ヒットだと1位になっちゃう。あ、2ヒット入ります。ちゃんと空中ヒット、まあ、最速でやれば空中ヒット、ちょっと遅れても地上で確定は取れるはずなんで、はいはいはい、あーった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 。さあ取り返した。なるほどね、変に遅らせたりしなくても最速で打っときゃ大丈夫と。まあそうですね、基本的に後ろ投げ EX エルボーってやれば、あーなるほど、バックジャンプ台形には対応になります。おわ、まあ、中盤5番中盤シャガーシャガー中陣内ですね。さあ逃げも早い。さあじりじりしてるが、クリケンの逃げの判、おお漏れちゃったけど、クリケンの逃げの判断が早いので赤ガエルも前にちょっと詰めにくいというか、
そんなイメージもちょっとありそうですが、まあ、アレックスもやっぱ無理やり行けなくて、はい、ケンもやっぱ無理やり行くキャラじゃないんで、あ、はいはいはい、まあそういう意味ではこういう自利人なのは多くないかもしれないですね。あ、なるほど。さあ体力は同じぐらいだが、おお。と EXL ボーが出ない、 EX2 か、はいはい、さあ立ち玉が刺さるが EX3、 あれ、そうですね、あーなるほど、 EX3 打つのに度胸いりますからね、あれあれはそうですね。あとまあアレックスの弱いとこ、はい、あの残りの剣の体力、はい、削る技がないという、確かにこれがアレックスの弱いとこなんですよね。そうか、そういう小技さばき系は全然ないですね、確かに。なるほど、まあ、単純にその SA でも EX 技でもあの体力って削れないんですよ、はい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 、だからちょっとそこがアレックスの弱いところもあるんですよね。あ、なるほどね、まあ、レイドの4発がぐらいか、本当にそういう、いや、レイドが1発しかガードないですよ。あ、そうか、距離離れる、距離離れちゃうんで全然ダメだ、なるほど。あ、これはさあ最大決めてきましたね、スタンチもすごい。さあめくりネタも使って、おお、いいピオリ。なるほどね、確かに結局どこまで行ってもなんか最後に技当てないと厳しいと。早っ、前捨て剣の前捨てもんが早いのもそうですし、国の前捨てが早いっていうのもあって、他の 1.5 倍増しぐらい見えます。まあ、剣は誠の次に一応フレーム的には早いですからね。そうですね、いやこのキャラがなかなか持っていいダッシュではなかったりしますが、そう相手の前飛びに水ジャンを合わせる感じですか。赤ガエルさんの水ジャンが結構機能してますね。してますね。おっと、何がどうなった。さあ激しい、なんかお互いすごいことになってるわ。投げ入って、わー、打ってきて、何かを出してましたね。出してましたね、うん、どうすね、まあもちろん対剣全般に言えますけど、陣内となるとアレックがかなり動き制限されちゃうイメージやっぱりなるんですかね、どうしても。そうですね、確定系増えちゃうし、その辺をなんか溜まった後と前とで結構動きが変わる、なんかアレク割と代表的なイメージもありますが、さあどうなるか。画面端、これは残る、これはギリギリ残って、あ、行かない行かないけど、その後ふわっと行きましたね。ジャンプダイパン、ジャンプダイパンでしたね、ま、こっちが使ってきました。まさかのジャンプダイパン切れてる剣が飛び込みでジャンプダイパンのシチュエーションほぼないイメージですけど、まあやっぱジャンプダイキックの方が性能いいですからね。ですよね、普通に判定も強そうだし、ジャンプダイパンの効力は高いぐらいですかね。あー、なるほど、まあだから あの体力であんま打つ意味あんまないんですけど確かに。さあ1-1です。さあ一文字が対空になってる。さあ画面端が入れ替わるが、デッド陣内入って、クニデッド、剣のデッドは本当にうまいです、いろんなシチュエーションが飛んできます。まあ、まあ、やっぱ強いですからね、デッドが。まあそうですね、意識するしないでね、ちゃんと入れ込んどいて確実に出るっていう技術ではありますが、そこの意識の持っていき方とか、デッドゲージを作るその作業みたいなのもありますし、ね、たまにうさんくさい時もありますからこれですね、このしゃがない陣内がブロってしゃがない陣内なんか流味を感じますね。普通に何も出してないのに離れた位置で角しゃがみ大パンとかやってますからそう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 、下段狩りがね、そう竜と一緒なんですよ。おっ、怖っ。さあ中継レード入って、さあ出していく。あ、ちょっと大将めんどくさそう、あれは立たない、立ってもかかんないのか、まともなのはないのか、まあ、ないのかな。いや、まあなんか SA が届けば普通に入りそうなんですけど、ただブーメランレードは変な距離で気まずかったらマジ切ないですね。確かに確かに。まあ一応ちゃんとやるんだったらしゃがんですかして、マイブロとかは、あ、まあまあそうですね、できるんでしょうけど、はいはい、何分これを使う人がいなさすぎる、いなさすぎる立ち回りでは
全体ヒットするといいダメージではありますが、ね、もう竜巻打ちたい人みたいになってますパワーボーン入ってパワーボーンやっぱスタンチ高いな。高いっすね。これちょっと笑っちゃうなさあ早投げこれもう画面に出るとダメだ。ああそうですね。コア勝利入るんですよね。アレックスにはあれが入りますね。密着からあれ立ちしゃがみ関係ないんだっけ。立ちしゃがみしゃがんでない関係ないかな。しゃがんでたらもしかしたら入んないかもしれないですけど。ああなるほど。中継確認レードがこれぴったり。中継確認きっちりしてますね。あれ結構難しいんですけどね。14だか5だっけ。単発確認ではかなり難しいそうですね。15ぐらいか、はい、15、6ぐらいですかね。対空ダイヤシ毛色もちょっと変えてきた。さあジャンプジャッキックパワーボーンきっちりしてる。このゲームやっぱその投げる時毒触れで、はい、まあやっぱこわ、通常技って先行入力効かないんで起き上がるの、はい、はいはいはい、まあ先行入力効かないんで基本的にまあしゃがみ弱、まあ、しゃがみ弱パンしゃがみ弱キック、まあ剣だったらしゃがみ中パンしゃがみ弱パンしゃがみ弱キックを全部ずらしをするとビタが出やすいんですよ、はいはいはい、で剣の弱いところなんですけど剣のしゃがみ中パンが6フレで小パンが5フレで小足が6なんで、はい、このゲーム空対空で落とされると投げむときは5フレしかないんですよ。ああそうですね。つまりもうずらし押しができなくなっちゃうんですよね。ああなるほどなるほど。で起き上がりのずらしいわゆる投げ割りは簡単なんですけど空対空のさっき中パンの落として着地にパワーボムっていうのは実は、まあ、昇竜拳とバックダッシュ以外は意外と難しいんですよね、はいいわゆるあの空中復帰のくるんって戻った時ですよね。そうですね、はいはい、そこは結構その剣の弱いところとか、まあ、アレックスの強いところもあるんできっちりパワーボーン埋めるっていうのは強いですね。なるほど。これですね。これがちょっと余命になっちゃうんですよね。対空これなんか千手観音みたいになってましたパパパってなんか分身が見えたね。手が6本ぐらい入ってましたよ。すげえタイミングでスパキャンしたな今さあ国県超えて3本目です。あんなことあんですね。いや初めて見た。初めて見た。千手観音国は何でもやってきますね。普段見れないもん見せてくれます、ね、見せてくれますね。あそこで人雷出すなんてこと多分基本的にはないんであんまり対空昇竜だろ普通って話なんですけど確かにね、なんでしょう、一応サブっていう立ち位置なので普通の剣じゃない動きがちょいちょい出てきます。やりたい放題やるとでもこういう痛いのくらいですよね。そうですね、やっぱり火力はあるのでね。さあ出しますね大昇竜。これはあーこれですね、これこれ基本これなんだよな。基本これが大昇竜あの中大波動陣内ほぼ見ないっていうねさあ中足立ち確認かな多分、はい、そうだよくよく考えてみたら中大波動陣内マジで見ないわ。中大波動陣内はもうさっきから全然出してないですよ。 TC をほぼ使ってねえからなさあここはうまく逃げて結構シャガダイ自体はアレクの通常技には相性いい感じになるんですかね。シャガダイまあ だいぶ強いですよ。剣のシャガダイはアレクスのまあ一応ちゃんとそれ見てれば EXL も差し返しはできるんですけど、あ対空でも強いですし地上でも強いですねやっぱり。わー仕込んでる。さあ国これで4本目赤外リーチ。まあやっぱダットリーのジャンプ台効くぐらい強かったら多分ってことはこうこのゲーム最強ってなっちゃいますけどただ、まあ、このキャラもう少しジャンプ台パンは判定は強くてもいいとは思うんですけどね。確かにね総合力で考えるとやっぱシャガ台も簡単に落とされちゃうししゃがみ中パンでも落とされちゃうし、はいはい、さあコメントもありますがこれはしっかりガードしてる。ピヨって
なんですよ、アレックスの投げって産地普通に4分の1ぐらいいくんでガッとたまりますからね。これはアレックス、素直にアレックのいいとこです。さあ飛びが普通に刺さる表裏ね、使ってネタ使ってきて重足なんでしょうね、なんかあのちょっとふわっとした印象になっちゃいますけど、国の攻めの方が国が前のめりな分通ってて、赤ガエルがさばきに苦労してるみたいなイメージですかね。なんか最初はどっちかというとちょっとお互いじじいやってた気がしたんですけど、気づいたらなんかお互い飛んでますね、これもうやりたいお互いダッシュと飛びがそうそう我慢の試合とかじゃなくてやりたいことやって気づいたら国の火力の方が高いみたいになってますからね。これはあ、かくんでるのか今。結構そうですね、こうやっぱマイブローなんちゃらに刺さそのままブロってるけど刺さっちゃったり、はい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 、中盤ブロって打撃打つと陣雷という、そういう二択というか二択は一応二択か。はい、席替えです。なんでしょうね、昇龍が本当に多いけどちゃんと通って勝ってるんだよな。まあ、しゃがみ中盤ブロって最速打撃打つとかは、まあ、大事っちゃ大事なんですけどね、はいはい、どうしてもクリンがそのまま大体全部出してますから。そうね、そんな感じになりますね。読み勝ってるけど勝ってないみたいな。そう、うん、そう、そんなあの、ね、言葉としては違和感あるけど、開幕1文字3回打ってましたよ。バシンバシンバシンっつって、でこういうところデッドはうまいからね、なんかねやってるとムカつくんですよ。さあ赤ガエル飲まれないでちょっと切り返したいとこですが、そうですね、なんとか切り返したいですね。さあ重味、いやここの精度はマジ高えな。もう立ちしゃがんでくれたんで立ち確認とか多分何もないですね。まあ一応デッドでしたけど。にしてもですよ、デッドだったのか。今デッドだった、今デッドか。あ、そうそうそう、1ラウンドにデッド2回決めてましたね。相打ち、このゲームはまあ必殺と台は相打ちになっちゃいますからね。そうですね、ヒットレベルが一緒なので相打ちになります。なんだなんだ、いやここはしっかり裏回る、クリの攻めが完全に噛み合っちゃってますね。ここはちょっと買いたいとこですけど、まあ、何分クリマジ早いから、そう考える時間がないですよね。本当にないね、リュウより全然早いスピードで突っ込んでくるから、これなんていうか、そうですね、確かにもう攻めが通されて負けてるんだけど変える暇がないというか、頭が落ち着かないシチュエーションちょっとなっちゃってるかもですね。さあどう変えていくかがちょっと決めてとか、このままじゃちょっとこのままいっちゃいそうなんで、そうですね、まあどうしても剣の大昇龍って連発で食らうとやられちゃうんですよ、頭がこういう、やっぱ昇龍剣とか一文字一文字一文字とかされるとそうね、分かんなくなるのに剣ってもう早いじゃないですか、早い、だからもう対処ができないんですよね。そうね、考えてる暇が本当にないですからね。で国はやりたい放題に攻めてくると。ちゃんと全部な的確だからな、この辺はさすがだ。赤ガードして赤取り、赤狙いに行けましたね。これはさあこの大勝利ガードはどうなるか今後に。さあとりあえず赤ガード1本取りたいとこですが、久々にラウンド先制したかな。さあコメント勢も海外勢がアレックスプリーズと悲痛な叫びをしておりますが、頑張れるか。これですよね、これこれね。かかと届かないじゃん、これは届かない。まあ、あっと大丈夫か。さあちょっと動揺してるか。まあまあしょうがないですけど、あもうなんかもうスパツ並みに出してきますね。なんかあると出してきますね、勝利権。さっきからちょっと落ち着いてほしいな、考える大丈夫でしょうか。いや剣の弱小よりだと意外とそんな隙が長いわけじゃないから、突然出されただけで止まったんですよ。先端ガードなど反撃迷いますね、確かにね。あとアレックスってまあやっぱリーチが短いというか、はい、あとパワー型なんですけど、実は火力そんなないから
あーまあそういう例えば飛びが通んないとみたいなことか。ダッドリーとかマゴトとかユリアンとか、まあまあ確かに確かに、まあまあ竜とかでも剣とかでも、はい、がガードしてたらやっぱ三段とか入って痛いわけじゃないですか。でもアレックスはやっぱ中継 EX フラッシュショップじゃないですか。まあそう基本は中攻撃な上に EX フラッシュショップなんで、まあ、まあそうかそうかそうか、まあレイド使ったとしても中継レイドで、はいはいはい、まあダメージはそこそこあるけど、確かに最大火力は高くないですね、まあ、中継レイドジャスタンチョもそこまで稼げないし、ダメージもまあ3割半ぐらいだし、だし押し込んでたら入れ替えになっちゃうから躊躇するし、大勝利当たれば普通に1割半ぐらい持ってって、あもうアレックスの強い攻めを切り返しちゃうし、そういう意味でやっぱアレックスってそこも不遇なんですよね。ただまあこれそんなすごいキャラ差があるかって言ったら、まあ多分 6-4 ぐらい、まあ 6.5 ってあるかもしれないですけど、まあ 6-4 ぐらいぐらいだと思うんですよね。一応アレックスのこの今中継とかも実は強いんで、はいそうですね、ただそれを全部狙って釈迦大陣雷打ってるんで、はいですね、まあまあじっくり剣の剣というか国の動きを把握して対処できればまだまだ全然あるんですけどね。ここからでもこれは見えない2択、見えない、ただ6本差なのでちょっとここはもうポイントかもしれません。結構ギリギリのとこですが、これ来ましたね、これわしゃ離れた距離からしゃがないキャンセル EX さつまきから大勝利となりましたあのちょっと、ま、真面目にね実験したつもりなんですけど、レッド陣雷決まって決まってますね、これは表から、まあでも本当国は強いですよこういうところ本当に。いやもう他の人では真似できない、間違いないです、あの勝負どこも含めて。ここもレッド陣雷、レッド他の人がこの動きやったら大体ガードされて反撃食らって終わりですからね。これはやっぱ圧なんでしょうかね。やっぱそれ以外のことをきっちりダッシュとかジャンプとかで圧をかけれるから、はいはいはい、そこでどうしようとところ手出したところを全部なんか謎のその差がないとイエスダウンと大勝利が飛んでくるだけなんで、結果目立つとこがね謎の部分が一部あるにしてよ、手前の部分をきっちり追い込んでからやってますから、ね、手前の部分がすごいきっちりしてるから、はい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 、なんでこうなっちゃうんだろうっていうのが分かんないんですよ ね、 あそうですね、総合的に考えないとそこだけ見てもキョトンですからね。確かに確かによく俺とそのクニと対戦すると俺がジャンプダイパンであっちがしゃがみダイパンさんになってるんで、ジャンプダイパンベースしゃがみダイパンとかになってるたまにのじえでやってる、結構やってるんですよ、ね、いやいや見てる見てるただ赤ガエルさんもね、ここからむしろ9人ぐらい割り切るっていうのも悪くはないですけど、だからアレクサ割り切ってもまあなんとも言えないですけどあでもやっぱこの対空がすごい上手いんで、本当に対空落としてきっちり置き攻めまでいけてるんで、 はい、そこの後の読み合いが勝てれば全然全然まくれますよ。わあこれこれこれね今のは多分最適解に近いかもだけどこれこれあうまいっすね。残んない、アレックスってどうしても外野手が弱いんですよ。あー、まあそうっすね、リーチがあるんですけど、はいはい、まあ、ガードしたら陣内かくっちゃうし、だからあの隙もすごい長いから外野手あんましたくないんですけど、でもやっぱあのクリーナやってるのってもう前風呂シャカダイ陣内とかが多いんで、はい、まあ、前中パンとかしゃがみ中パン、はい、タッチ中キック、あれ全部潰し全部ブロってシャガダイジーナ入ってるんですよね。あーもう全体をできちゃってるから、そうなんですよね。なるほど、アレックスの弱いところはどんどん見えちゃってるんですけど、クリの、まあ、アレックスの弱いところが見えるっていうのはクリがまあすごい上手いっていう証拠なんですよね。間違いない。赤ガエルさんもきっちりやってるんですよ。やってるのに、はい、アレックスのこのキャラここ弱いよねっていうところをクリがガンガンついちゃってるから、そうね、でまあ不器用なアレクの弱いところが見えちゃうと、そうですね、はいはい、さあここでさあ飛び入って画面端近くまで持っていける、でスタンチもリーチかな、しっかりガージャンしながらやり直して、ピヨったかな、ピヨらない、怖い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 怖かったけど最後は踏ん張った、きっちり逆返る、なんとか2本目ありますよ、まだまだ全然リーチじゃないですからね、まだ。ゆくりゆくりのこうやりたいことを全部読んでガードして最大決めれば、はい、あもう全然ここから8連勝ありえる、はい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 、まあ国はでもすぐそういうとこを変えれる人間だから、そう変えるんだよな、ちゃんと変えれる人間だから、そううまくは簡単にいかないと思うんですけど、はい、まあ全然
全然ありますね。さあ踏ん張りどこですが、さあこれこれわこんだけ見せられると効果的と言わざるを得ないというか、あれしかないもんな。でもクリンドは確実に坂台もうそ何もしなくても坂台打ってるんでそうね、結果全体をなってるみたいなとこ、全体をなってるように見せかけて一応坂台出してるだけでもあるんでまあ一応 EX エルボーとか見てから差し返しとかはできるんですけどね。そうですね。ただクリンのスピードは速すぎて手出さざるを得ない、そこに差がこれこれって待ってる、ぶっ刺さってるっていう。さあレイドが入った画面端、さあ大勝利打つ、大勝利打つ、これはさあかかと陣内入って、さあまだ陣内ゲージあるか、あとまあまたこれもアレックスの弱いところなんですけど、剣の大昇竜って大攻撃をちゃんとうまい具合で重ねたら相打ちになるんですよね。あ、はいはい、でもアレックスの大攻撃ってなんかそれがなんかなりづらいんですよ。あーあーそうか、まあ埋めそうか、埋めにくいな、確かに埋めにくいし、はい、なんか持続というかなんか自分もヤン使ってたりすると、はいはい、近代パン灯籠で簡単に打ち取るんですけど、ああなるほどなるほど、あれ使うとなんか全然そうならなくて、確かにどっちも埋めんのにはマジ不向きだなそこら辺もまた弱いところなんですよね。あと主力のある攻撃が中継中盤なんで、まあ、まあ確かに、まあ、大勝利に一方的に勝てないんですよね。あそこは確かに大勝利って面で考えると相性出るな、怖いなこれこれ危ない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 しかしコア陣内で画面足、さあきっちり差し返して、あーかかと陣内がやっぱ食らっちゃうとこれもうただのダッドリーになりますからね高性能ダッドリーになっちゃうから、やっぱかかと陣内はやっぱガロシャですね。そうです、さあ国がリーチです、うわ勝利仕込んでて、さあ考えるしのげるか、右へ左へ地獄車、また対空昇竜 EX 波動と余命になっちゃうんですよね。そうだね、ブロッキングタイミング変わっちゃうんでね、これは立ったか、ここはきっちりガード、いえいえ昇竜波動じゃなかった波動じゃない終了です。まあクリーンの強いところが出ちゃいましたね、出ちゃいましたありがとうございました、お疲れ様でした、はい、ありがとう、はい、お疲れ様でした。じゃあちょっとインタビューしていきましょう。お疲れ様です、お疲れ様です、飲み行こうか、飲み行こう、もう悪夢だ悪夢、いやすごかったね、いやマジでうまいっすね、やっぱり対応もめちゃくちゃ早いし、そう対応のうまさと速さとで、なんかパッと見セオリーと違う動きが出てきたときにめちゃくちゃやってるように見えるんだけど、別にリニューアルかなってるっていう。そうなんですよね。あとちょっと自分途中で自分がワンパターンになってるなって気づいたんですけど、はい、それでもなんか早い展開をやられると、まあ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 まさにね。それを引き出されちゃうって感じでしたね。だし手癖が出るし、変えるのもままならないしっていう、うん。ちょっとそういうのが出ちゃいましたかね。はい。お疲れ様でございました。はい、フリーさんお疲れ様でした。こんな大勝利当たんないですけど普通にちょっと自分でもできすぎたぐらい当たりましたやりたい放題した印象でしたがどうでしたか。まあまあまあ早い展開と体力差、はい、あと心理状況を埋めたいを加味した大勝利ですね、はい、あとごちゃった時も大勝利だし、もうしまいにはカラジャン大勝利しててこいつって俺言いそうになったからねいやあれ強いんですよ剣がドットの時のカラジャン大勝利は、まあ、まあね本当に、というわけで、あと膝ボロらせパワーボムは赤ガイルしかやってこないです、はい、あまあそうね間違いないね一回だけ出ましたけど、あの膝 EX フラチョと膝ボロらせレイドっていうのが両対応が、はいはいはい、膝がブロって、はい、EX フラチョガードして2段目赤ってのがあるんですけど、あ一回膝ボムだけ負けるんですよ、はい、一回やろうとしてたね、あそうそうそう、はい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 、でそれに対して一回俺やられたんで、はい、もうマイブロ昇竜拳にしました、ね、サンフレッツって
もう感じな読み上げでした、ね、なるほどね、はい、いやお疲れ様でした。龍じゃないとこのね国の強さ存分出てたと思います。お疲れでございます。じゃあ次は赤狩さん、あいないけど龍、はい、でお願いします。あいつも今あの不適されてタバコ吸いちゃった。最速でタバコ吸いに行きましたね。行きましたね。今はそっとしたいと言ってあげてください。はい、というわけでお疲れ様でした。はい、お疲れでした。大鳥。はい、大鳥。大鳥。行きますよ。